い。はい。あ、変更ですか。そうなんですね。18時ですか。はい、大丈夫です。あ、全然。ありがとうございます。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、失礼します。何？急に待ち合わせ時間変更って、昼の会食って言うから OK したのに、どうすんのこの空き時間。何にも食べてこなかったからお腹空いたよ。でも夜会食だしな。あ、郷土料理か。いいね。4時間か。ワンちゃんいけるかな。うん、入ろ。こんにちは。はい、すいません。いらっしゃいませ。こんにちは。お一人様で。はい、そうです。ではご案内いたします。どうぞ。こちらでお手元のお湯いただいてお上がりください。ありがとうございます。よろしければコート上げてください。はい、千鳥のたたき、二種盛り？美味しそう。一押しメニューかな。とにかく鳥なんだね。すいません。はい、失礼いたします。はい、すいません、はい、この比内千鳥たたき二種盛りってどんな感じですか？はい、うちの名物料理で、いわゆる鶏刺しになりますね。比内地鶏のもも肉、胸肉を、刺身のような感じでご準備させていただきます。おろしポン酢でお召し上がりいただきます。そうなんだ。じゃあ、これお願いします。はい、ありがとうございます。はい、あと、本日のおすすめどころをご説明させていただきます。はい。おすすめがこちら、比内地鶏のたたきの煮しもり、先ほどご注文いただいたものでございます。はい、名物はやはりきりたんぽ鍋と、やはりこちら、比内地鶏の串焼きでございますね。レバー串は大変希少な部位となっております。よろしければ。これなんですけど、これを食べずしてどうしますか？はい、白レバー串は、やっぱり一押しですか？そうですね。うちの秋田比内地鶏の、一押しのレバー串となっております。レバーは嫌いな方でも、美味しかったと言っていただける一品ですので、ぜひご注文いただければ。はい。じゃあ、これを一本お願いします。ありがとうございます。あと、お飲み物はいかがしますか？おすすめってありますか？やはり秋田の日本酒なんかがおすすめでございますね。日本酒？好きだけど、この後あるし、大丈夫かな。今、比内地鶏のたたきの煮しもりもご注文なので、辛口の、秋田、カリコ超辛口がおすすめになっております。まあいいか、4時間あるし。じゃあそれお願いします。はい、ありがとうございます。助かりました。楽しみ。お待たせしました。はい、来た。失礼いたします。秋田はカリコ町から純米酒でございます。よろしければおチョコお選びください。わあ、かわいい。本庄、こ
この後会食なのに日本酒いっちゃいます。うわ、美味しい。昼飲み良きです。お待たせいたしました。ではこちら、比内地鶏のたたきの絞りでございます。はい、石見様のでハーフサイズでご準備させていただきました。ありがとうございます。手前側、赤みが強い方が比内地鶏のもも肉ですね。味が深い部位でございます。奥側、ピンク色の方が比内地鶏の胸肉、柔らかい部位となっております。こちらのおろしポン酢でお召し上がりください。はい、これは絶対美味しいやつ。美味しい。日本酒が進む。鶏刺しってあんまり食べないけど、これは良きです。はあ、これも美味しそう。うまい。比内地鶏最強。お待たせいたしました。はい、比内地鶏の白レバー串でございます。おいしそう。ありがとうございます。いただきます。これも絶対おいしいやつ。美味しい。おすすめなのも納得。めっちゃ美味しい。なんか思ってた以上に苦くなかった。いやー、これも酒が進む。鶏以外の料理なんかあるのかな。すいません。はい、はい、お待たせしました。鶏以外の料理って何かありますか。あ、はい、じゃあよろしければ秋田の名物きりたんぽ焼きなどはいかがですか。きりたんぽ焼き。はい、この時期ですと寒いので、お鍋のシーズンにきりたんぽのお鍋もあるんですけど、もう召し上がってるので、締めという感じできりたんぽ焼き。きりたんぽ焼きっていうのは秋田小町ご飯を、串に刺してそれを焼き上げる一品です。じゃあきりたんぽ焼きお願いします。はい、ありがとうございます。醤油と味噌味はあるんですけど、どちらにします。味噌で。味噌で、はい、ありがとうございます。お願いいたします。はい、お願いします。Thank you.
失礼します。はい、お待たせいたしました。秋田名物きりたんぽ焼きのみそ焼きでございます。結構大きいですね。はい、召し上がりください。ありがとうございます。わあ、テレビとかでよく見るやつ。初めて食べる。うん、美味しい。なんか五平餅みたいな感じかな。もちもちしてる。いやー、これハマるな。食べた。全部美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はぁ、食った食った。昼から比内地鶏尽くし。いやー、もうこんな日ない。なんつって。この後会食大丈夫かな。まあいいか。